僕、お名前は？薬をもらうために不ぼくろに来たのですか？お父さんとお母さんは？マイコみたい。違うんだ。あの、僕はアコ。実は。おーい、ナナ、ケイ、どうしたんだ？旅人、それにパイモン。あ、二人ともちょうどいいところに。この子、リーユエコーの外から来たみたいなんですが、どうやら迷子のようでして。ちょっと待って、迷子なのは僕じゃなくて父さんなんだ。お前のお父さんが？いい大人がどうやって迷子になるんだよ。僕の父さん、昔から物忘れがひどいんだ。前はちょっと反応が鈍いだけだったんだけど、最近はますます悪化してて。お母さんは？何日か前、父さんのために薬を取りに行ったきり帰ってきてない。その上、父さんの状態も日に日に悪くなってる。それで前の怪盗祭の時に、ふぼくろの店主が警察署に来て、みんなのために診察してくれたのを思い出したんだ。だから父さんをリーユエコーに連れて行って見てもらおうと思ったんだけど、でも千眼軍のおじさんに道を聞いて、いざリーユエコーに入ろうと後ろを振り返ったら、父さんがいなくなってたんだ。父さんを探してもらえるように千眼軍のおじさんにはもうお願いしてある。でもおじさんたちも出せる人手があまりないみたい。だから町の人にも頼めないかなと思って。安心しろ、オイラたち結構人探しが得意なんだぜ。だろ？あと情勢も鼻が利く。ワンちゃんよりも。こら、影で私の悪口を言ってるのは誰だ？調整、今のナナの言葉にけなす意味なんてありませんよ。そう食いつかないでください。先ほど、ふぼくろの店主を探しているというのが聞こえましたが、どういったご用件でしょうか？喋る蛇を連れてる？あなたが白術おじさん？白術おじさんだって。調整、大事なのはそちらじゃありませんよ。では詳しい話をお聞かせいただけますか？はい、白術先生。なるほど、あなたたち一家は警察層の近くにお住まいなのですね。よく診察しに行きますが、あなたたちとは一度も会ったことがないような気がします。うん、母さんは外の人と会うのがあまり好きじゃないんだ。特に怪盗祭の時期になると、父さんのそばにいるようにっていつも僕を家で留守番させる。そうでしたか。アコ、あなたの母親は高利でしょうか？あ、はい。白先生は母さんのことを知ってるの？はい。ケイ、ナナ、店の仕事はまだ残っていますか？アコの両親は私と窮地の中なんです。もう少し人手を増やして探したいのですが、手は空いていますか？オイラと旅人も入れてくれ。さっきアコと約束したからな。おや、それは助かります。では、お二人には迷惑をかけますが、よろしくお願いしますね。ナナと一緒に店を片付けてからすぐ手伝いに行きます。家族とても大事。ええ、では一旦ふぼくろは頼みましたよ。旅人さん、パイモンさん、まずはアコと一緒に町の外にいる千眼軍に何か手がかりはないか聞いてみましょう。え
下の方はもう捜索したというのに、それらしき人物は見当たりませんね。どうしたものか。町からも新たな情報はないし、さらに遠くまで捜索するとなったら、おそらくもっと人員を要請しないと厳しいでしょう。千貫宮のおじさん、父さんの行方について何か分かりましたか？ああ、君か。あれ、白先生も。この子の頼みで私たちも手伝いに来ました。現在何か手がかりはつかめましたか？これは助かりました。ちょうど人手が足りないと悩んでいたところなんです。それで手がかりですが、申し訳ございません、すでにこの一帯は捜索しましたが、それらしき人は見つかっていません。この先の道を見張っている同僚たちも見てないと言っていました。桐原に向かったとは思えません。まさか六花の池に行ったのでしょうか？六花の池ですか。あの辺の地形は複雑ですから、何事もなければいいのですが。本当ですか？助かります。すみません、お父さんのことを見つけてあげられなくて。ううん、大丈夫。千貫宮のおじさん、ありがとう。お客さん、私たち往生堂をごひいきしたいからってそう焦らなくてもいいのに。大丈夫？うおや、父さん。あ、フータを。あれれ、これはこれは誰が来たのかな。旅人にパイモン、それから、え、めんどくさいやつ。あんた相変わらず毛嫌いされてるね。フー同主、彼を助けていただきありがとうございます。父さん、大丈夫？まだ僕のことわかる？アコだよ。お前はアコ？じゃあ俺は誰なんだ？名前はカリオ。警察層の西に住んでる。リーユエコーに来たのは病気を治すため。どう？思い出せた？俺はカリオ。リーウェコーに来たのは病気を治すため。そう、俺はカリオ。病気を治すために。治すって、何の病気を治すんだったか。おお、もうこんなにひどいのか。早くこいつを連れてクボクロまで戻ろうぜ。フータをごめんな。今度うまいもんでもおごってやるから。待って、そのまま彼をふぼくろに連れていくなんてつもりじゃないよね。え、なんか問題でもあるのか。ねえ白術、わからないわけじゃないよね。まさかあなたのお師匠さん、その技術について教えるのを忘れたとか。それとも
気づいてるのにもかかわらず、それを使って何かしようとしてるの？お前ら何の話をしてるんだ？言ってる意味がわからないぞ。カリオから魔人の残滓の気配がします。気配がするってほどのもんじゃない。暴走寸前だよ。もし暴走したら、その結果は想像もつかないほど大変なものになる。なんだって？魔人の残滓。フー同種、そう心配しないでください。体内にある魔人の残滓を抑える方法を私は持っていますから。医者は病を治し、人を救うのを責務としています。目の前に救える命があるのに、それを助けない理由なんて私にはありません。それに、この旧友を助けるのは私の亡き師匠の意志でもあります。あの人に免じて、どうか一日の猶予をください。ここで王子の名を持ち出すなんてね。逆術、一体何を企んでるの？人助けがしたいだけです。もし私に双心があるように思うのでしたら、ふぼくろまでついてきて、横から監視してもらっても構いません。あれれ？いつも私を警戒してるはずなのに？今回はやけに寛大だね。いいでしょ。カリオをここに残しても問題は解決しないし。王子、あと旅人に免じて私が付き合ってあげる。旅人を連れてきたのは正解だったみたい。じゃないと面倒なことになってた。では善は急げ。今から不墓に戻るとしましょう。心脈が塞がり、そのせいで気血の巡りが悪くなっています。なるほど、意識がはっきりしていなかったのはこれが原因だったのですね。白先生、父さんの病気まだ治せる？白術はこんなにすごいんだから、絶対大丈夫だって。安心しろ。そうだろ白術。アコ、お父さんがこの症状を見せたのはいつからですか？よく覚えてない。ただ僕が物心ついた頃には父さんはもう今みたいになってた。ただその時はまだこんなにひどくなかったけど。もうそんなに経つのですか？ いえ、もう方法は思いついています。今晩から治療を始めましょう。明日の朝にまた来てください。その時アコには元気で意識のはっきりした父親をお返ししましょう。ありがとう白先生、本当にありがとう。フー同種、もしそれでも心配で近くで見たいのであれば、ご自由にしていただいて構いません。でもこの部屋に残らない方がいい。医者の治療には集中力が必要だ。途中で邪魔されるとまずいからね。はいはい、じゃあ私は近くに待機して花や草でも見てるよ。何かあったらすぐ駆けつけるから。薬術、それに調整、また明日な。皆さん、さようなら。薬術、準備はできたか？問題ありません、もう慣れていますから。どうぞ。無事に解決したな。けどやっぱり気になる。白術の言ってた旧友って一体どんな人なんだろう。お前は気にならないのか？ひひ、白術が治療してる間あたりで聞いてみようぜ。暇人が暇を持て余し草花を見る。
多忙な人はどこまでも世話しない。あれ、世話しい二人が私になんのよ。あ、まだ言わないで、私に当てさせて。ふんふん、その様子だと何か聞きたいことがあるんだね。ニヒヒ、そのちょっと気になるんだけど、白術の師匠って一体どんな人なんだ？あと、なんでお前と白術は一目でカリオの体内に魔人の残滓があるって分かったんだ？あれ？前に言ったことなかったっけ？王城堂は最初、魔人が死んだ後の怨嗟をどうにかするために設立されたって。まあ、どれも古臭い話だよ。魔人が暴れた大昔、生と死の境界を維持するために、先人たちが空気を浄化し、死骸を焼いたとかなんとかで、今じゃこの魔人の怨嗟を処理する仕事はなくなった。でも、魔人の残滓を見分ける手段は、かろうじて今も受け継がれてるってわけ。そういうことだったのか。あれ？じゃあ、白術はどうやってその方法を学んだんだ？大方、その師匠が教えたんでしょう。うん。彼の師匠は、私のおじいちゃんの弟で、私の大叔父なんだけど、当時、王城堂の次席だったんだ。へえ、王城堂の人だったのか。でも、なんで白術の師匠になったんだ？おじいちゃんから聞いた話だと、若い頃二人で一緒に旅してて、その時、沈玉の谷で、あるクス氏に出会ったんだって。そのクス氏が何の法術をかけたのかわからないけど、王子はいきなり家業を捨てて、医者になるって言い出したらしいの。おじいちゃんは、王子とそれはもう大喧嘩したみたい。結局、止められなかったんだけどね。それから、おじいちゃんは王城堂を継いで、王子は沈玉の谷一帯で人々を治療し、最後まで互いに連絡を取り合わなかったんだって。葬儀屋が医者になるなんて、想像できないな。けど、最後まで連絡を取らないってほどのことじゃないと思うぞ。普通の医者だったらまだ良かったんだよ。だって、王城堂が最初にしてたことだって、医者の仕事みたいなものだったし。でもおじいちゃんの話によると、あの時会ったクス氏は、その体に尋常じゃない液気をまとってたらしいよ。その沈玉の谷の一族が人を救う方法も、生死に背くものだったとか。生死に背く？詳しくは知らないんだ。おじいちゃんも当時大まかにしか知らなかったし、白術のやつは、ずっと私を警戒してるからね。まあ、逆に彼らの身に何かしら秘密があるって証明にもなったけど。それに、白術っていわゆる不死に対して強い執着を抱えてるみたいなの。この秘密と関係があるかどうかはわからないけどね。とにもかくにも、今はまず様子を見よう。もしかしたら明日になれば、何かがわかるかもしれないし。わからないことがどんどん増えていくぞ。いや、明日になったら白術に直接聞こうぜ。